小さい人青葉児童相談所物語は、京築桃人による日本の漫画作品。シナリオ、水野光弘、取材、企画協力、小宮純一。週刊少年サンデーにて2010年49号から2012年29号まで、不定期連載の後、週刊少年サンデー S にて2012年8月号から2013年12月号まで、連載された。 新章である、新、小さい人青葉児童相談所物語が、週刊少年サンデーエースにて、2016年9月号より、連載中である。2016年12月時点で部数が20万部、ダウンロード数が90万を突破している。相川健太は、児童虐待から生き延びて、大人になったというサバイバーな過去を持つ。大人になった健太は、児童福祉士の資格を取得し、 児童相談所の仲間と共に一人でも多くの子供を救うために奮闘する物語。2015年4月には人権問題と向き合うきっかけとなる漫画50作品の一つに本作が選ばれ企画展読む人権人権の本今読みたい人権漫画50に展示された。2015年9月には電子書店にて約1月の間にダウンロード数37万を突破し、 小学館の電子配信作品としては過去最高数を記録した。書店では品切れが続いていたが全6館の重版がかかり10月より書店に並んだ。2015年11月には厚生労働省の児童虐待防止推進月間の一環として本作の電子書籍版の売り上げの一部がオレンジリボン運動に寄付された。ありがとうございます。